えー、皆さんこんばんこばはシュです、えー、今日も悪魔のささやきをやっていきたいと思います。で、あのー、今日はね、もう見ていただいてわかる通り、成功、いわゆる国産をやっていきます。で、あのー、今後、えー、こういう感じで、国産やったりとか、えー、あとは、 成功、えー、クラウンスペシャル、今ここに出てますけども、こういう昔に上げたコンテンツのものを、うん、もう少し詳しくと言いますか、もう一回やってみたりとか、いうことも、えー、増やしていくつもりでおります。っていうのは、僕はほぼほぼ毎日アップしているので、まあ、かなりの本数の動画になるんですね。であの、最近私のチャンネルを登録していただいた方とか、 からすると、昔まで,でなかなか遡れないじゃないですか。なので、ちょっと更新頻度を、えー、少しだけ下げるつもりにしています。で、一、えー、回一回の動画を短くするかどうかを悩んだんですけども、あのー、まあ、更新頻度を低くして、 まあ、しっかり喋らせていただこうかなというふうに思っています。あのー、僕あの、話が長いタイプ。まあ、皆さんも知ってると思うけど、まあまあ話が長いんですよね。で、皆さんからやっぱりコメントいただいたりすることに関しては、僕もやっぱりこういう動画できちっとお礼を言いたいと思ってるし、あのー、こんな風に言ってる方がいらっしゃったんですとかね。そういうことはきちっとお,すお伝えしていきたいなと思ってるんですよ。なので、 あのこの前も、オメガのことで、あの、キューレンブレスのね、オメガを持ってらっしゃるっていうことで、あの、その方からコメントいただいたこと僕、動画で喋ってますよね。うん、いうのも、えー、まさかその動画の方で言っていただけると思わなかったですと、丁寧に返事をしていただいて、本当にありがとうございましたっていうことで、あの、わざわざ僕の方に、コメントが来てるんですね。で、その方も、あの、インスタグラムをね、貸していただきまして、 あの、もう今はね、きちっとご連絡できるようになってるんですけども、あの、僕のコンテンツにそうやってこう、きちっと、きちっとというかコメントいただけることに関しては、あの、きちっと僕もお答えしていきたいと思ってるので、10分ぐらい、15分とかね、でもいいかなと思ったんですよ。実際そのぐらいの時間の方が見やすいのかなと思ったりもするんですけど、あの、僕は、 しっかり喋りたいなと思ってるので、まあ動画の長さに関してはね、あまり決めずに、早い時もあれば、すごく長い時もあるっていう感覚でいこうかなと思います。で、実際やっぱり長すぎると、まあ腰をきっちり据えてみなければならないっていうことになってしまうじゃないですか。なので、そういうところも皆さんには、もしかしたら不便に感じる方もいらっしゃるかもしれません。うん。っていうこともあって、 更新頻度を下げるということを考えております。で、今後、例えば皆さんから、えー、カテゴリー別、スポーツウォッチとか、あとは、まあ、エイジング別みたいなね、うん、いうものもちょっとご提案いただいてるんですよ。いうものの、ご提案いただいたものに関しては、えー、きちっとすべてさせていただくつもりにしています。 なのでいや、これはまあまあしなくていいかなとか思うことは僕全くないので、逆にそうやって、こんな感じでやってみたらどうですかとか、こういうものをもう一回まとめてやってほしいなとか、いうことはもうガンガン言っていただいた方が僕は助かるんですよ。うん。あの、パートナーがいますけども、この青さんっていう方がね、いらっしゃって、この方はすごく細かく、あの、僕のコンテンツを見ていただいて、僕のコンテンツに出てくる時計を切って、 じっくり調べていただける方なので、あのそういうところも皆さんにも見ていただきたいなと思うんですよ。本当すごいリサーチ力なので、あのとんでもないものが書いてることがあるので、あの二十三国ぐらいね回って仕事をされていらっしゃる方で、かなりあの言葉も他社でいらっしゃる方なので、いろんな世界中のネットから情報を集めてくださって、まとめて僕に送ってくださると。 いいいうことをしててただいてますなので、そういうコメントもね、ぜひ皆さんも目を通していただきたいと思うので、ちょっと頻度を下げます。で、まあ、ゆっくりね、ちょっとずつみんなで楽しんでいこうかなと思いますので、えー、悪魔のささやスシリーズはまだまだ続くんですけども、今日は成功、成功の手巻きでございます。 もう見てね、あ、今日手巻きだっていう人すぐ分かるうちゃ、すぐ分かると思うんですよ。も、ま、う、あ、某先輩なんかはもうね、成功の大好きな方なので、あ、今日は中さん手巻きだな、これ全部って思っていただいてると思うんですね。で、どうしてロードマーベルが入ってないのとか、キング成功が入ってないのってなると思うんですけど、ここの辺は、なんていうかな。その、それなりにコンテンツに、例えばキング成功とかケースとかはまあまあ出てくるでしょう。 うん、で、ロードマーベルもまあまあ調べがついたりすると思うんですね。うん。で、まあ3万6千も出てくるかもしれないけど、ちょっとあまりまあネットでね、検索してもそんなに動画出てこねえぞみたいなものをちょっとピックアップしたつもりでございます。で、今日は、えっと、今5本かな出ているので、順番に見させていただいて、この、 えー、シリーズに関しては、ケースの大きさは言わせていただきます。で、リファレンシャル番号が分かるものに関しては、リファレンシャル番号をきちっとお伝えしていきます。ただ、ケースの厚さに関しては、えー、ご報告をしないでおこうと思います。っていうのは、あの、ケースの分厚さっていうのは、どうしてもあの、クリスタル変えると、まあまあやっぱ変わってしまうのですごく曖昧なんですよね。うん。なので、 現行モデルであればね、クリスタルなんかもうガチッと一緒のバツサーだと思うけど、こういうまあヴィンテージに関しては、ほぼほぼがね、クリスタルやっぱ変わったりすると思うので、そこは言ったところできちっとした情報ではなくなりますので、あの画像上で、あ、薄いなとか、分厚いなとかいうことは言ってまいりますので、そういう形で捉えていただいて、ラグトゥラグは言わせていただきます。 ラグトゥラグはご自身の腕に乗せた時に非常に大事な長さだと思うんですね。あの、ケースの大きさというよりも、ラグトゥラグの長さが一番気になると思うんですよ。うん。なので、そこはお伝えしていって、で、重さに関しても今回は、えっと、言わずに避けさせていただこうと思っています。なので、ね、すごく詳しいね、一本一本の情報をガッと出していくというわけではないんですけども、あのー、皆さんに国産のセイコーのヴィンテージってどんなんだろうなと。 うん。やっぱりこう、スーツの時計で、さあ今からビンテージ始めよう。この前も言いましたけど、まあとりあえずロレックスかオメガかなっていう感覚だと思うんですよ。で、まあ国産で言うと先にやっぱり成功が来るとは思うんですね。で、その後やっぱシチズンとかなってくる、オリエントとかね、いう感じになってくると思うんですけど、やっぱり成功が一番探しやすいのは探しやすいですし、 あのリファレンシャル番号とかできちっと年代が出るんですね。そういうところもあの生存番号とかも全部出るのでそういうところも例えばご自身のバースイヤーモデルを探したいとか、うん、いろんな意味でねそういうことがきちっとやっぱせあの成功はされてるのでそういった意味でも成功っていうのは一番最初に始めるヴィンテージの国産時計では最高の選択肢だと思いますので、えー、その辺のことがね え考えている上で成功を今回はさせていただきたいなと思います。一番左側、ロードマーベル3万6000、いわゆる10神一番有名な10振動でございますね。で、左から2つ目、こちら、成功のクラウンスペシャルでございます。そして真ん中にあるもの、こちら、成功のスーパーですね。で、右から2つ目、こちら、成功のクラウンでございます。で、一番右側にあるものが、成功のスポーツマンと。 いう形で今日はこちらの5本を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますでは悪魔のささやきスタートさせていただきます <laughs> あの何本かはねちょっとキャリバーなんかもねお見せできたらいいなと思ってますんでねまずはこれからいきましょう成功ロードマーベル36000いわゆる10振動と言われるやつですね もう、これを最初に見たときは、この針の動きと、もう何とも言えない受信度音に感動しました。うん。で、僕のはこういう絹目模様が入っている絹目ダイヤルと言われるもののアップライトフルアラビア。で、ゴールド、こういうね、ゴールド、まあ、フィールドですがね。いう感じのモデルでございまして、僕はまあこういうストラップを合わしています。こんな感じのね。いきましょう。ドカーンと。 どうですかこの針の動きがすごいでしょう。雑 e 振動という、ね、やつですね。こちらの方がリファレンシャル番号が5740の8000番。5740の8000番。あゼ8030になるかなこちらの方は。 でこちらの方の大きさは34.5ミ、mm、リ。ラグトゥラグは41ミ、mm、リという形でございます。こんな感じの非常に綺麗なアップライトのフルアラビアをしていまして、成功。こちらの文字もアップライト。ロードマーベル36000に関してはこちらの方はプリントかと思います。こんな感じですね。 でもね、3万6千はね、あの、まあまあ見つけれるので、そんな無茶苦茶ね、の値段ではないと思いますし、あの、受信動ってやっぱ感動する音してるんですよね。聞こえないだろうな。聞こえたらいいんだけどな。うん。なので、非常にね、かっこいいモデルだし、大きさも34.5なのでね、 ラグトゥラグも41しかありませんので、そんなに大きいと思える時計ではないですね。ただ、十振度なので、分厚さはね、まあまああります。こちらの方は。で、こういうふうにスクリューバックになってるんですね。なので、そんなにすごく薄いという時計ではないんですね。手巻きに関してはね。手巻きにしては少し分厚く感じるかもしれませんが、あの、非常にね、心地いい、この音、秒針の動き、 あのなかなか10振動の時合というのはなかなかねないじゃないですかうんハイビートの8振動ぐらいとかねまあまああるかもしれないけど10振動ってやっぱなかなかないと思いますんでねそういった意味でこのロードマーベル36000円というのは面白い選択肢かなと思いますねこれねこういうねこんな模様してるんです綺麗でしょう どうですかこんな感じ綺麗な時計ですよねとってもねこんな感じですねちょっとパッととりあえず行っていきましょうかこちらこちら成功クラウンスペシャルこちらのモデルをご紹介していきますえ何か汚いな大丈夫か、えー、こちらの方ねリファレンシャル番号が15021 15021CWL というものでして、えー、僕のはこういうゴールドフィールドですね。14金のゴールドフィールドのモデルでございます。で、クラウンスペシャルと書いてますね。23席。で、こちらの方の大きさに関しては35.5ミ、mm、リ。ラグトゥラグは45ミ、mm、リ。非常にね、 長い時計になりますこの辺もキング成功なんかの流れを組んでいまして少しね、あの、長みのこういうラグがね、ラグ足が結構長いんですね。なので少しまあうん、大きく感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。うん。でもね、こういう非常にこう綺麗なね、綺麗なこのインバーインデックス。 でまあ、ドーフィンハンドですかね。多面カットをしているこういうドーフィンハンド非常に長い秒針。で、多面カットしているこういうバーインデックスですね。あのこちらの方はグランド成功ファーストをマイナーチェンジしたものというふうに言われてまして、非常にね、凝った作りになっています。どうですか。こういう感じですね。こんな感じ。 こちらの方はただ単にのこういうスナップバッグなんですね。で、まあちょっとね、僕のやつは薄くなってますけども、セイコークラウンスペシャルフロント 14K ゴールドフィールドと書いてて15021という形でリファレンシャル番号が入っていると。こんな感じですね。で、こちらもちょっと近づいてみましょうか。ちょっとまさにね。ちょっとまさにね。よいしょ。こんな感じですね。どうですか 綺麗でしょうこんな感じのね、もうこうやったらね、さすがもうこの時からこのバインデックスの太さとか見たらわかると思うんですけども、非常に綺麗にね、多面カットをされてるバインデックス。いうことで、ちょっとこういうふうにやっただけでもキラキラキラっとね、今でも光ってますね。ただ、こちらの方は AD ダイヤル。 一番高級モデルが SD ダイヤルでこちらの方は AD ダイヤルですねなので1つ下のモデルと思っていただいて結構かと思いますかっこいいでしょうこういうこうなんかこのライティングの感じなんか色っぽいですよねなんかこうバーとかでちょっとこんな風に見えたらかっこいいですよねうんどうでしょうかっこいいでしょう 成功クラウンスペシャルなんか、まあ僕が今日出してるものに関してはね、スポーツマンの立つの落とし子がちょっと少ないぐらいで、他はまあまああると思うんですけどね。うん。ちょっと値段までは僕ね、だいたいいくらぐらいっていうのは調べてないので、ちょっとはっきりではないんですけども、あのー、僕なんかね、あのー何、何 オメガとかいろんなブランドをさせていただいてますけども、やっぱり成功ってね、すごくこう、丈夫というか、しっかりしてる感じが、やっぱ、どう、やっぱするしますね。機械に関してはすごくしっかりしてると思うけども、ケースに関しては、本当に古い成功のモデルとかのケースの質、質っていうのはあんまり良くないような気がしますね。 うん。あの、インターとかね、あの辺の方のケースの方が、やっぱりしっかりした材質を使ってる気がしますね。うん。その辺はね、あの、セイコーの技術のこういうケースとかの作る技術が少し遅かったんだそうで、後になって当然ね、素晴らしいケースが出てきますけども、材質が良くなりますけども、最初はスイス時計の方がケースの材質はいいように思います。で、こちら。こちら、セイコーのスーパー。 ヘビ S と呼ばれるロゴがついているモデルでございます。で、こちらのはトビアラビア。で、こういう感じですね。これはね、僕一番綺麗な形だなと思ってて、僕はやっぱこの数字が入ってるの好きなんでしょうね。ちょっとね。うん。でね、なんていうのかな。こう、すごい外側に集中してると真ん中にドカーンとこう、ね、間があるでしょ、これ。こういう感じもまあまあ珍しいと思うんですよね。 なので非常に丸さがあるように見える時計でございます。こんな感じ。こちらの方のリファレンシャル番号が S の14003。1の S の14003。ケースの大きさは33ミ、mm、リ。ラグトゥラグは36ミ、mm、リ。こちらの方はグッとね、小さくなっていきます。33ミ、mm、リ。なのでね、ちょっとグッと小さくはなるんですね。 でまあ、こんな感じのちょっとおしゃれなクラウンがついてて、後ろはこういう形のね、ケースバッグをしていると。こちらの方が、えー、シリアル番号、下がリファレンシャル番号でございます。で、こちら、鶴のね、マークが入ってございます。こんな感じですね。どうですかまあ、いわゆるハマグリケースというような感じのね、ものでございますね。 で、ここにね、毛が入ってるでしょ。これ僕ちょっとね、クリスタルを変えないとダメなんですよ。で、ここにちょっとね、割れが入ってて、クリスタルをね、もう全部最近20、だいたい23.5、25ぐらいのサイズから上は32までぐらいかな。もう買いまくったんですよ、僕。うん。あの、プラスチックの風防を買いまくりまして、どんな時計が来ても合わせるようにもうしました。 なので、ちょっとここに今入ってるんですけどね、もうこ,うこんな感じでもうガッサーッと入ってるという感じで、これもね、ちょっと変えていくときにこのホコリは取ってあげたいなという感じですね。で、ぐっと近づけていくと、このヘビセイコーエス成功、15ジュエルスーパーと書いてね、369、12のアラビアインデックス、で、ここの辺のね、 こういうところがもともと何色だったかちょっとよくわかんないですけどね。こういうところはね。うん。でもね、非常にこうシンプルでして、この裏の距離から言うとすごくシンプルな時計で、針がクッと細くてね、非常にね、デザイン性の高い、非常に綺麗な時計だと思います。本当に綺麗な時計。あの、ごちゃごちゃしてないんですよ。うん。なんかこう成功の、服部金太郎さんの、 何て言うんだろう、思いというか、いう感じが非常に出てるような感じに思えると言いますかね。うん。見た目でこう派手に行くよりも、しっかり精度を出していきたいっていう感覚の、なんかそういう思いがね、見て取れるような感じのケースと、こういうね、ダイヤルしてるように僕には思えるんですね。うん。どうですかかっこいいでしょ綺麗でしょこれ。よし。次行きましょう。 じゃんこちらの方が、セイコークラウン。セイコークラウン。こちらの方は、リファレンシャル番号が J14036。J の14036。ケースの大きさは34.5ミ、mm、リ。ラグトゥラグは42ミ、mm、リ。こちらの方はね、キャリバーの560というのを積んでいまして、いわゆる昭和の時計修理技能士国家検定1級の に使用されたキャリバーとということになっておりますなので、その当時こう、時計の、ね、修理技能とかを、ね、修理手段になろうという方、ん、が一生懸命勉強したもう何回も分解して何回も組み立ててってした機械なんですね。なので、こちらの方で国家試験というものが行われております。 私も美容師なので、当然、日本の国家試験を持っておりまして、利用師、美容師、すべて持っています。なのであの、国家試験に使われたものっていうところで、非常にその当時ね、やっぱりその、何て言うんだろう、必要な技術を凝縮して作っているようなキャリバーだと思うんですね。なので、こちらの方は後でキャリバーをね、開けていこうと思います。なので、ストラップを1本取っております。 で私のやつに関しては非常にちょっと変わったモデルでございましてこういうね、彫り込みのインデックスでこの12時に3本の爪痕みたいなのがね、入っているものであのー、大先輩がね、これはまあまあ珍しいですねというふうに聞いておりますこんな感じのね、少しね、文字盤がね、湾曲してるこう丸いね、綺麗な文字盤してるんですよ で、こんな感じ。で、こちらの方はもうね、むちゃくちゃ薄くなっちゃってますけども、スナップバックのこういうバックケースをしていると。で、少しこの細いね、シンプルに出たこの足、ラグ足。なので、文字盤ちょっと大きいですけども、34.5mm ですのでね、小さくないとは思いますけども、非常にシンプル。で、こういうね、えっ、ー、と、バインデックスのアップライトを使わずに、 最低限のものだけ、まあ針とかですよね、うん。もうこういう細くてね、えー、薄っぺらいものをつけているところから、薄さにかなりこだわったんだろうなと思います。あの分厚くならないようにと、薄く手に乗せやすい、つけやすい時計を目指して作った時計なのではないかなと思います。アップライトにするとどうしてもその分ね、あの盛り上がったりとかして、 その部分にやっぱりこうクリスタルが膨らんでしまって分厚さが出てしまいますよねそういうところでこういうふうな彫り込みのインデックスを使って薄さ厚さを抑えて薄い時計を作ろうとしたんではないのかなと思いますなので薄い時計にしたかったのでこういうインデ針とかも細くてねシンプルなものにしたと 薄い時計なのに分厚い針はおかしいと思うので、そういうところを考えた、こちらの聖光クランというモデルでは私はないかなと思っています。かっこいいでしょ、これ。もうね、ザ・おっちゃんっていう感じなんですよ。うん、でも、このね、わかりますここ。めちゃくちゃ彫ってるんですよ。12時1時見たらわかると思うんですよ、ここ。これめちゃくちゃ彫り込まれてまして、 そういうところでねちょっとこういうこうこの成功クラウン作った時に薄く作りたいっていうね成功の気持ちが非常に強く出たモデルではないかなと思いますねどん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 時計っていうのがあのいろんな機能がついてきてどん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 今度は薄さを求めたりとかしてねうんいう時の時代のこちらの時計なので薄さを求めたのでこういうアップライトのインデックスとかではなくて彫り込んだんだと思われます で、こういうセイコークラウン、ダイヤショック、ナインケインジュエルズ、こちらも全部プリント。いう形で、こんな風にね、入っていまして、もうとことん薄さにこだわろうとした時計に僕は見えますね。で、次行きましょう。よいしょ。よいしょ。これね、ちょっと待ってください。ね。よ、これちょっと。んじゃんと。セイコーのスポーツ版。こちらですね。こちらの方が、リファレンシャル番号が1409。1409。ケースの大きさは、 36mm、えー。ラグトゥラグは 42mm という形。ここになってくるとね、このまたどこっついこの GS を思わせるめちゃくちゃごついバインデックスとものすごく太めのね、こういう風なドーフィンハンドがついていると。で、こちらの文字看板からも見てもらったら分かる通りサンレイですね。サンバーストのような加工になっている文字盤がついてございます。 で、こちらの方には、これね、SW というふうに書いてまして、成功ウ,ウォータープルーフということでございますね。なので、ここにウォータープルーフと書いてございます。どうですか。こんな感じですね。こういう感じ。で、裏には、じゃん。立つの落とし子くんですね。いいでしょう。このタつの落とし子、かわいいですよね。 ピロ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 って立つの落とし子って泳いでるの見たことありますかねこの背びれがピロ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 って動くんですよね。めちゃくちゃ可愛いんですけどね。うん。非常にね、こうユニークな。あ、これは何魚うん。どう言ったらいいんですか動物動物じゃねえな。うん。なんだろうな。海の生物ですけども。非常にね、こう愛らしいね、感じのものでして、こちらをね、 こういう風うに時計に入れたところの成功のこの遊び心っていうんでしょうか。うん。なんかそういうところ僕すごくね、面白いなと思います。なんかこう波の模様とかね、シルバーウェーブとかね、ああいうやつとかだったら波の模様とか、ちょっとこうかっこよさをね、非常にこう強く出したと思うんですけども、タッツの落とし子ってやっぱりこうキャラクター的にこのね、見てもわかるんですけど、ちょっと可愛らしいじゃないですか。そういうところにも、このぐらいの時代になってくるのは成功のちょっと余裕というか、 なんかこうそういう,こう余裕があるような感じにちょっと見えますよねどうですかガチンと綺麗でしょうもうこうやったらもうキラッキラッキラキラするんですよこんな感じまるで成功の GS のようなこの太いねインデックスとこのハンドかっこいい時計ですよね こんな感じですね。で、こちらにはね、この前ちょっと言った、この、なんとも言えない、このおじさん的な、このストラップ、まあ、ブレスレットといいますか、いうのをつけています。で、こっからちょっと、この検定に使われたクラウン、こちらをちょっと開けていきましょう。その当時ね、この機械を皆さん見て、 すごく勉強されたんでしょうね。めちゃくちゃ勉強して頑張ったんだろうな。こちらの方が、成功クラウンの裏蓋、鶴のマークが入っていまして、972408という風に入っているという感じですね。こんな感じ。で、ペルラージュがちゃんと入ってるんですね。きれいにね、ペルラージュが入ってございます。こんな感じですね。で、こちらの方が、 検定に使われたキャリバー560でございますこちらの方が昭和時代の時計技術士のね、えー、修理技術え時計修理技能士国家視点ですかねに使われたキャリバーの560というものでございます非常に有名なキャリバーですねどうですか成功者 19チュエルめちゃくちゃしっかりしてるでしょこうやって改めて見るとね僕最近あの古いのばっかりねなんかわけのわからないブランドとかやっててこの何ていうのブリッジの塊がかっこいいですねとかなんかブツ,ブツ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 言ってんだけどこの時代にもねすごいしっかりしたこの1枚2枚こういうねブリッジとこちらの方の 緩急ですね。なんですけど、ものすごいしっかりしてるんですよ。なんかこことかめちゃくちゃしっかりしてしますね。この緩急器とかもガチッとしてるというかね。すごいガシッとしてるんですよ。で、ここネジ1本なんですけど、これは多分ね、下からこういうふうになんか出て、そこにグッとはめ込むという形で、あの、ガタガタしないように作ったんでしょうね。 ものすごいガジッとしてます。で、見たら、こういうとこ見たらわかると思うんですけど、綺麗にこういうね、これがコートド・ジュネーブと言えるかどうか僕にはわからないですけども、ヘアラインのようなね、ラインが全部綺麗に入ってるんですね。すごくないですかで、この下に多分バランスホイールですかいうのがあるのかなそこにもちゃんとこういううにね、耐震装置がついていると。 もううちょょっと近づけてみましょうかどうですか綺麗でしょうこうやって見るとねスイスの時計もかっこいいんですよ綺麗なんですよでも成功もねやっぱりもう負けずと作ったもうこの意気込みを感じますよねめちゃくちゃしっかりしていますそう思いませんか こいキャリバーですよねこれが有名なキャリパー560でございますでちょっと閉めていってとうんとどうかなこうかなちょっと待ってくださいねよいしょ閉めて次はねこちらちょっと古いね成功のスーパーを見ていこうと思いますとここかなよいしょ 今度はスーパーパですねこちらの方にもこういう風にね、ちゃんとペルラージュが入っていまして、こんな感じでね、ペルラージュが入っている裏蓋、スナップバッグですけどね、ペルラージュが入っていると。で、キャリパーですね、ドン、ガチャーンと。ね、こんな小さいスーパーの時代、こちら、チラネジなんですね。さっきの560はもうチラネジではないんですね。なんですけど、このベーシック なな形はほぼほぼぼ変わっていないってていいいうこの凄さここに何年の差があるとかちょっと僕はっきりじゃないんですけどもここにね560って入ったらちょっと560のキャリバーにも見えなくもないでしょでただここに耐震装置のああいうこう何ていうのこことかねこことかがちょっと違うんですよね。 さっきのやつはいわゆるこうインカブロックとかね、アあイあう系のもののこうやつがついてたんですけど、こちらにはついてないんですよ。で、チラネジなんですね。なんですけど、基本のこの三角形のブリッジ。で、こちらにこう、うん、半円と言いますかね、こういう形のブリッジ。で、ここにしっかりしたこういうね、換急器のブリッジというのは、基本構造はね、ほぼほぼ変わってない気がしますね。 そういうところをやっぱりこう最初から作ってきた時にものすごくよく考えてモデルチャレンジなんかしなくてよかったんでしょうねちょっとずつ改良していってどんどん良くなっていたとい感覚でガツンともうキャリバーが変わってるとかキャリバーの形が全然違うっていうのは成功はねほぼほぼないんですよ大体いいこんな感じなんですよキング成功とかもそういうところに成功者の 最初の技術者の方たちのね、非常にこう懸命な、一生懸命勉強して、どうしたら形がきれいに収まるかとか、どうしたらこうしっかり作れるのかとかいうことをものすごく研究された感じがね、非常に見て取れるかなと思います。で、こちらの方にはこういうサイドにポリチューが入っていて、他のとこはね、これもヘアラインっぽいのかな、でもさっきみたいな感じでヘアラインがしっかり入ってるっていうわけではありません。どうですか きれいな時計ですよね。本当に。まあ、こんな感じで、ぐっとね、こんな感じですね。こちらの方が、セイコースーパーのキャリバーでございます。よいしょ、ちょっとね、閉めていきますね。よいしょ。よいしょ。閉めましたね。いう感じでね、今日は、こういう成功というものをね、ちょっと皆さんと見させていただいてですね、 あの国産もやばいですよとねそこにもう僕のコメントいつもいただける大先輩がいたらもうらもうものすげえ細かく言っていただけますようんもう成功大好きです素晴らしく詳しい方なので,いう形でこういう方にね成功やっぱりねあのクリスさんじゃないけども国産最高成功最高ってね言ってらっしゃる 本当に最高のブランド様だと思います。で、こういう時代、ちょっとちょっと時代背景が違うと思いますけども、世界の時計のトップブランド、スイスのブランドと戦ってきた成功。で、今ではもうね、トップの座が、ね、成功っても世界の成功という形でね。 外国人の方とか日本に旅行すると成功の時計を買って帰りたいってやっぱ皆さん言うんですよね。いう感じで言われるぐらいに成長したこの成功というブランドはハットリ・キンタロ氏の思いがぐっと詰まったこちらの5本。今日の悪魔の囁きは成功。ヴィンテージ。いや、いいですよ。最高っていう動画です。<laughs> ね。こんな感じでね。 あのー、成功シリーズ、今回手巻きでしたけど、当然自動巻きの方もさせていただきます。で、例えば、オメガだったらハーフローターだけとか、ね、そういうバンパーローターばっかり集めてみるとか、うん、で、エイジングばっかりとか、もう全部フルアラビアとか、そういう感じで、いろんなシリーズで悪魔の支えき地シリーズは、 続けさせていただこうかなと思います。で、途中にちょろちょろっとね、新しく私が手に入れた時計なんかをさせていただければいいかなと思っていますので、ぜひ皆さんからコメントをお待ちして、こんなことやってほしいとか、こんなモデルなんかあったっぽいけどや、もう一回詳しくやってほしいとか、なんでも結構ですのでね、コメントいただきますと非常に嬉しく思います。で、あの、 ちょっとね、今日も長い動画にはなったんですけども、この長さに関しては決めずに、えー、その時の自分の気分であったりとか、自分が喋りたいこととかっていうのをね、ゆっくり喋ろうかなと思っているので、短い時もあれば、長い時もあるかと思いますので、えー、そういうふうに思っていただけると大変助かります。ちなみに、エテルナ、バンパーローターのエテルナ、こちらね、 こちらにもこのブレスジェットをつけてめちゃくちゃ朝食かっこよく動いています。これはこれでやっぱかっこいいんですよね。うん、もうこのボロボロ感やばいですよね。ある先輩が、シュウさんの影響でやれたもう文字盤が気になって仕方がないって書いてて <laughs>、それ先輩やばいですよって言ってたんですけど、かっこいいんですよ。エイジングって最高なんですよ。もうヴィンテージ最高なんですよ。なので、ぜひ皆さんもね、さあ今からこの 私の悪魔の支えが、このビデオを見た、見終わった瞬間から、ぜひ Yahoo、Google、開けていただいて、うん、成功、ヴィンテージ、手巻きとかね、調べていただいて、皆さんのお好きな、うわぁ、これかっこいいなと思うものを、ぜひ見つけていただきたいなと思います。今日は 悪魔の支え成功編成功手巻編ということでこちらの5つのモデルを皆さんと一緒に見させていただきました本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうさようなら